前さっきからもうキャオの話ばっかり聞いてるんだけどさ。そうそう、全然カンジさんの話してない。こっからカンジさんの話にしようね。あの、長文禁止、一言で魅力を伝えてください。一言で一言で、でも私なんか多分、うん、なんかほんと失礼だと思うんだけど、DJ としてもものすごく素晴らしいんだけど、うん、多分人柄が好きなの。あー、人か。うん。なるほど。どこに惹かれたの？あのね、こう有名になってきて、うんうんうん、こう東京住んでるし、うんうんうちの地元にはあんまり帰ってこないんだけど、うんうんうん、でもね、帰ってきた時にその若いラッパーとか DJ とか二十歳ぐらいの子がカンジさんに憧れてやっぱ話しに行くんだよ、うん、私を含めて、うんうん、自分の音源を聞いてもらいたいとか、うん、自分の音を聞いてもらいたいとか、うん、カンジさんがこの一番いい例だから、うんうん、みんな聞きに行くんだよね、うん、普通だったら、まあ、あの頑張ってよみたいなさらっと行くところかなって思うんだけど、うんうんうん、ちゃんとその場で音源聞くだよ。すごいねそれ。そうで、私がその DJ 始めるって時も、うん、まあ、なんかこれでよければ教えるからねみたいなこととか、まあお世辞かもしれないけど、うんうんうん、言ってくれたり、うん、なんかさ、なんていうのか、その全員に対して平等にこう温かく接してくれる、うんうん、すごいね。仲いい人とか、うん、その先輩だけじゃなくてね、うんうん、初めましての人とかの活動とかも、うん、ポンポンって聞くし、すごい、こういうところが好きかな。はよくあるのはさ、こう上京して有名になっちゃったらあんまね喋ってくれなくなっちゃったりとかね、遠い存在により感じたりするけど、うんうん、そんなことないんだね。そうなんだよね。あと私がさ、まだその若かりし頃にね、19歳とかの時にカンジさんがすごい人になるって思ってなくて、うんうんうん、なんか酔っ払いすぎて、うん、なんかもう普通にカンジさん LINE 教えてみたいな感じで聞いちゃってね、そしたら普通に教えてくれたの。で、そっから LINE 変わってないんだよ。だから、はあ、私東京行って急に今からカンジさんの DJ 見に行くって言って LINE すると合言葉みたいの教えてくれて、はあ、でこうやって言えばゲストで入れるよって言ってくれるの。すごいね。そう、やば、今でもすごい。でもちろんその間はその代わりと言っちゃあれだけど、うん、なんかそういう新曲が出たりとか、うんうん、すごいなんか新しい活動が出たらその感想とかは言ってるけど、うんうんうん、まあ、せっかく連絡が取れるわけだしね、うん、そうだね。そう、まあ、でもそうやって急ななんか、うん、訪問というか来てもなんか見て見ぬふりせずにぶさがらずに、いやそれはすごいな。普通にすごいわ。めっちゃいい人だな。そう、めっちゃいい人で、うん、あとなんか、あ、でも字書いた方がいいね。さすが。こうちゃんとこう周りが見える、素晴らしい。この赤いとこ見てほしいんだけど、はい、一番長いところ以外の横線は全部この黄色いラインに収まるイメージで、こう長くね。そう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 。うまっ、おい、いいじゃん。すごい、久しぶりに書道教室に行ってるような感じは。あなたも趣味が多い人だよね。でもそうなんだよね。なんか好きなことが多いとさ、うん、なんていうのかな、どの世界にも入れるっていうのがいいんだね。うん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 。なんかこれはその趣味っていうくくりじゃなくてもそうなんだけど、うんうん、なんか私は逃げ場がたくさん欲しくて。あー、なるほどね。そう、なんかなんだろう、ある時は保育士でいたいし、うん、ある時は DJ でいたいし、うん、ある時はオタクでいたいんだよね。うん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 。いや、それ素敵。うん、そう、どこか一つに居座っちゃうとそこがなんかダメになったり嫌になった時逃げ場がないじゃん。いやそうだよね。そう、だから好きなことはたくさん作った方が、まあ、お金もあるからね、それはいろいろあるからさ、うん、たくさん過ぎてもいかんけど、うんうん、いくつかあった方が、うん、なんか楽しく生きれると思う。ねえ、ちょっとそれね、名言だって。本当？すごい、この23年で学んだことだよ、これ。いや、それすごい。それはね、あなたにしか言えないことだよ。素敵。本当？あー、確かに。なんか1個しかないとさ、そこがほんとダメになったらさ、潰れてっちゃいもんね。そうそうそう、しんどくなるんだよ。
すごい。ちょ10いっていいですか、10。はい。はい、いきます。この、手辺の、この上が長い方が実はかっこいいんだわ。そう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 。うまいじゃん！え、めっちゃうまい？オッケー。いい感じでございます。あと2文字な。もうだいぶ疲れてきたんじゃないの？いやいや、全然。おしゃべりしてる方が多いから。ほんと？ね、私ってよくわかんないのがさ、プロデューサーみたいなのがメインなのか、そのクラブの方でも今でもメインなのか、どっちが主なん？多分、ほん、今は東京クラブできてるのかな。あ、そっか、そっか。もうだって夜10時とかからやるじゃん、クラブって。そうだよね。そう、だから8時までにお店って閉まっちゃうんですよ。そうか。できてんのかな。あ、地方に呼ばれれば行けるのかも。でも結構さ、その地方のクラブも東京のゲスト呼ぶの自粛したりとかしてるからさ。うわー、そうなんだね。まあ呼ぶとかは全然ガンガン呼んでるけど。ちょっと用意いきます。この黄色で書いてあるところの幅、だいたいこのなんか2等分になるぐらいのところに引くといいかな。わかりました。はい、でも、はい、うわー、いい字だねー。いいんですか。あー、かっこいい、かっこいい。シュッとしたよ。シュッとした。シュッとした、いい感じ。はい。でさ、カンジさんとのさ、思い出がさ、うん、いくつか。教えて、教えて。2つすごい、もうなんか、はーってしてるのがあって、あ、3つある、3つある。あ、3つ、はい。1個は、うん、ラストの DJ をカンジさんがやってたのね、その日のイベントの。うん、で、私は最後までカンジさん見てたわけですよ。うんうん、まあ終わって、降りてきて、こう、高いところでやってんだけどね、DJ って。多分酔っ払ってたんだと思うけど、ありがとうって言って抱きついてきた。あー、何このサービスって、ファンサー、ファンサーと思って。やばい。それ嬉しい。もう一個が。私は帰ろうと思って、カンジさんに挨拶したのね。そしたら、うん、またね、みたいな、ありがとね、みたいな感じで、いつも通り握手をしてたの。うんうん。そしたら、カンジさんが出ましたの。ほう。で、あ、もう、帰りますね、みたいな感じで、行こうと思ったら、うん、電話してる時にずっと手繋いでてくれた。もう電話ずっとしてて。もうやば、あれはやばかった。それキュンだね。人いるわけじゃんね。やばいよ。けそう。で、もう一個は、うん、うちの DJ の先輩ではあるけど、カンジさんの後輩ではあるみたいな人がいて、カンジさんがその日、お家の用事で朝もうすぐ帰るっていうことになってて、車で送っててくれるっていうことになってね。ほう。で、その時、私めっちゃ仲良い友達といて、まあ、その子がすごい、まあ、私がカンジさんのこと好きなのを知ってて、うちらも一緒に乗せてって言ってくれて、でそれで、いいけど家反対してないみたいな。いいの、いいの、どこで降ろしてくれてもいいのよ。で、その子の計らいでなんだけど、その子は助手席に乗ってくれて、で、私と幹事さんを隣同士にしてくれて、もう最高友達。今日何をおごったらいいんだこれと思って。で、それでしかも幹事さん眠くなっちゃったみたいで、がっつりではないんだけど、うん、割とこっちに体重かけて。それは嬉しいね。そう、それは嬉しかった。私背中の写真撮っちゃった。なんだそれ。ストーカーでしょ。背中の写真。いい匂いするんだわ。いい匂いしたんだわ。あ、いい匂いしたの。いい匂い。めっちゃにやけてるでしょ今。ねえ、もうカンジさんのファンがこれ聞いたら発狂するの。ごめんねってこの人もニヤニヤして。ここも含めて大丈夫かな、あげていいかな。一方的なやつだから、私とのね、一方的なやつ。あ、そうそう。そうそう、ファン者として、そう。私が過剰に受け取ってる。まあ、オタクあるあるだから、ね。あ、そう。そういう感じだからね。そういう感じだから。そう、大丈夫。はい、大丈夫です。はい、じゃあ最後の字いきます。はい。はい。式はね、最初の横棒はね、割と短くします。で、短くすると、こっちにね、スペースができると思うので、この人は短め。なるほど。うん。いいじゃん。かっこよくない？いいと思うよ。いいですか？はい、バッチリでございます。はい。じゃあね、おさらいをね、はい。書いてもらいます。
私喋りかけないから。あ、わかったわかった、はい、どうぞ。傘を持ちに立って、人をこれを長く振って、土を大きく出して、深く目を飛び出す口を張って長くする。いかがか。おー、でかくなっちゃった。すごーい、めっちゃ綺麗くなったね。どんどんなんか大きさがでかくなってるけど、毎回。いやいや、それは全然いいよ。もう一個一個の字の形が。本当。いいねー。いや、これかなり難しかったと思うんだけど。長いしね。うん、そうそう、集中力いるよ。どうだった？喋ってみて。もうひたすらなんか好きな人のことを思い浮かべて喋れたので、うん、あの幸せでした。しばらく会えてたからね、うん、ずっとニヤニヤしてたのは伝わったんだけど。いやもう本当にちょっとあんまりね、うん、あの共通の知り合いっていうと幹事さんの先輩とか。そうだよね、まあ、幹事さん近しい人になるから、あ、多分ここまで気持ち悪いことを言ってると大丈夫ってなる。かといってあの興味ない人に話すと、え、興味ないからってなっちゃうから。そうだよね、そうなんだよね。そうなのよ。だからちょっとこの、ね、熱量で話せる人が嬉しい、うん、いやいや、もうそう言っていただけてもめちゃくちゃもう感無量よ。ありがたい。やった、本当に素敵なことをやってるね。本当、うん、だってこういうさ、うん、人いると思うよ。この熱量で喋ったら惹かれるとかさ、うん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 、ちょっとジャンルが特殊で誰に喋ったらいいのかわからないとかさ、うんうんうん、アイドルとかとまた違ってね、割と会おうと思えば会える距離だったりとかさ、うんうん、共通の知り合いとかに知られると恥ずかしいとかさ、うんうんうん、いると思うんだよね。いや、なんかね、そういう人にこうアプローチしていきたいのはあるからね。いや、それ言ってもらってめちゃくちゃ嬉しいわ。全然あれだから、リピート歓迎だから。あ、本当に次は何にしようか。こうなったね、探究中しかできない。あ、そうだよね、そうだよね。こんなに今日めっちゃずっと喋ってたのに本当にいい子にしてたね。うん、ね、本当にすぐ近くにいたんだけどね、うん、すごい。神経ずぶといところは多分母親になれ。はい、じゃあ今日は、カオさん推しの話をね、いっぱい聞かせてもらいました。お、バイバイって言った。バイバイ。バイバイ。ありがとう。